いや、てかここら辺マジで昔住んでたからさ。いや、そうだよね。ムーズにあった。でもね、あんまね、ここ3年、4年ぐらいで新しい店めちゃくちゃ増えてて。そうだよね、めっちゃ変わってる。うん、そう。あとね、ここの店はね、俺マジっす。そうなの。うん、めっちゃ来た。結構あのパクチー系の、あ、そうなんだ、タイ料理系のところで、イタリアン、あのグリーンカレーもすげえ有名で、カビ飯もうめっちゃうまい。俺、ピーチョウにしよう。全然参考にしてくれない。ハオくんだけめっちゃ無駄かった。嘘だよ。頼んだ？頼んだよ。オッケーオッケー。何がおすすめ？自己紹介、自己紹介。はじめまして。私、台湾人で、日本語、下手。日本語下手。好です。好です。よろしくお願いします。日本歴何年ですか？日本歴5ヶ月。5ヶ月。5ヶ月にしては思いちゃう。先生のおかげさまで、よろしく。ここ全部カット。カット。かっこいい。全部カット。韓国。韓国いつ行くの？多分来月中旬。ああ、そうなんだ。もうすぐだね。昨日テラちゃんとヒトルと Vlog 撮ったんだけど、二人とも韓国最近行っててね。ああ。めっちゃ良かったって。なんかすげえかっこいいところで。テラちゃん、なんか、先週甘好きじゃない。テラちゃん甘すぎじゃない。いや、テラちゃん好き好き。これ動画撮ってる。テラちゃん好き好き。いや。テラちゃん甘好きじゃないらしいっすよ、どうやってこれテラちゃん好き好き。ちょっともう一回。もう一回カメラ前。テラちゃん好き好き好き。でも俺らマジ行きたいよね、淡路で。来て来てよ。来てよ。混ぜちゃうわ。うまっ。傾いてる。これマジでやばい。カニの味しっかりあるじゃん。カニ？カニ見えないけど。カニ見えないけどカニの味する？うん、カニの入ってる。カニ入ってる。カニ入ってるよ。カニ味噌。カニ味噌なんだ。カニ味噌？台風。エビだ。エビが。本当だ。エビだ。カニじゃなくてエビ。申し訳ない。エビに申し訳ない。うん。ハオくんごちそうさまです。ハオくんのおごりです。おっす、大丈夫っす。大丈夫っす。そうだね。そうだよ。そうなんだよ。ザンダーゾーン。めっちゃかっこいいね。っていうか、袖がピケットになってるボックスタイプ。そう。結構、丈短く。ちょっと待って。めっちゃショートだけど。顔濃くね、でも。おぉ、かっこいい。リックのパンツタイプ。いいね。このポケットが。そう。すげえわ。ちょっとなんかフェード汚れっぽい感じ。いけてるね。これなんか AW 着れそうじゃないですか。ハオくんもいます。いいのあった？いいのあったよ。めっちゃあった。古着ゾーン。そう、古着ゾーン。結構なんかこれも良くて、なんか、それジャージ？ジャージだけどアディダスの。これハオくん似合いそうだけど、なんか緑もいろんな緑あるけど、これマッチでいいなと思って、なんか
この本当だハーフが、ね、それちょっと気にね着てみるわ。あ、めっちゃ似合うじゃん。あー僕めっちゃいいじゃん。いいっすね。うん、あ、いいじゃん。サイズ感もいいね。襟いいね。このハイネック感じの。あ、本当だ。ハイでもいけるか。かわいい。これいいね。いいね。サイズ。これいいっすね。サイズ。なんか、踊れそう。踊れそう。踊れそう。やっぱさ、最近古着屋さん回ってるけどさ、古着めっちゃ欲しくなるの。わかる。だってローズが着てるやつって、どの超かっこいい。これナイキめっちゃいいね。このあと、ここが好き。もう、ここ。ちょっと色落ち具合。そう。やっぱさ、こういうさ、俺、めちゃくちゃ大量にある古着屋じゃなくて、こういうセレクトされてる古着屋さんの方が好きなんだよ、ね。いやだからそっちの方が選びやすいよね。一個一個がこうラックにかかってる。うん、あとさ、なんかグラデーションになってるのがやっぱ見やすい。じゃあ俺も最近 T シャツ欲しいんだよね。もうね、 T シャツ欲しい。最近さ、ゲームシャツとかに流行ってるけど、こういうのちょっと怖くない？怖い。これアディダス結構なんか昔のっぽいよね、このデザインが、ね、確かにこのデザイン感ね、うん、もっと早めに来るべきだったねまたゴッパ系列だけどさ、ゴッパともまた違う、ね、そうだね、うん、このジャケットもすげえかっこいい。フォーマフォーマ、マジで知らないブランドいっぱいある本当だ ねゴッパとかもいいよ、ね、めっちゃいいじゃんこれ、ね、この辺とかうん、サラット系でめちゃくちゃなんか今っぽい気がするね。これとか結構似合いそうだよね、うん、あ、いいやん、うん、僕いいよね。オークリーのタグってやっぱイケてんだよね。これなんか肩になんかついてる、あの反対側クリームギア、あ、ゴルフラインのやつなのかな。そういうことか、いいね、いいっすね、マジで通う、うん、内装も超かっこいいよ。内装かっこいい。アイスキューブの T シャツある。これラッパー T、これアイスキューブって伝説のラップグループの一人、今俳優とかいっぱいやってるんですよ。これ普通にかわいい。アイスキューブ、俺も一個着たいやつがある。着たいやつある、うん、はい、奥にあった。うん、ああ、もう後ろ、後ろがこんなんか、メッシュ、後ろやば、メッシュのやつで、ちょっとタイプだったわ。あ、でも、手感いいね。でも中多分ね、しなきゃいけ、確かに確かに、めっちゃ似合ってる。うん。え、かっこいい。今日もなんか全身でめちゃくちゃかっこいい。背中マジでかっこいいね。背中もかっこいい。いいいいいい。ローズくすみあるね。いいね、これ。うん。なんだろうね、そういうスト関係をさ、やっぱモードにミックスにやったらいいんだ。ローズ先輩は。じゃあ俺、これにしよう。いや、かわいい、これ、マジで。それめっちゃかわいい。サイズ感いいね、このタイト。サイズ感マジ。タイトが逆にいい。タイトでワイドめの A ライン。うん、馬っぽいよね。確かにこう髪の毛がエッチ効いてるから服装でちょっと抜け感みたいな、ね、そうそうそう、あ、いいじゃん、これ買おう、うん、これマジでいい、いや、いい、まあ、そのナイキはもうハマっちゃうねいっぱいもう持ってて間違いないんだよ。いや、昔さ、俺ナイキさ、超着てるじゃん。いや、そうだよね、ローズって時代は繰り返すなと思う。あ、このイメージのローズが一番なんかローズって感じ。なんなら全身ナイキの日なんて、ね、もう全身ナイキだったよね。パンツ、靴全部ナイキみたいな。スポンサーかよみたいな。本当だよね。ね、そっか、スケーターっぽくていいね。海外の海外のスケーターだもんこれ。ずるいな、その感じでもかっこいい。白がいい。白よ、白めっちゃいい。この白とクソかっこいい。え、激かっこよ。意外とこういうさ、ナイキのいいやつってさ、他の古着屋さんあんまないよね。いや、ないよね、まあ、意外と。俺もいいわ、ちょっと検討します、これ、うん、楽しみ、はい、ありがとうございます。
ということで、まあ、今日はあの、まあ、ローズ &KC の、 あの新しい宣材写真を撮ってもらおうかなと思ってて、もう前のやつがもう5年くらい前に撮ってて、まあ、あの時も髪の毛もまだ染める前だったんで、あの、まあ、新しいローズ &KC のポートフォリオを撮ってもらおうかなって思ってます。これからヘアメイクして、まあ、あとこの後 KC も来るんで、 KC 来たら撮影開始します。 KC 来ました。髪型すごい、なんかお坊ちゃんみたいな髪型。ここからも佐藤さんに、佐藤さんにもうバチバチに仕上げてもらって、今日の意気込みを教えて。今日は元気マックス。おお、いいね。って感じで元気マックス同士で今日撮影頑張ります。ちょっとライトも完全に見ます。僕の理想で言うと結構バストアップ気味多めでいただきたいですね。香りに後方で作業中でございます。着地されます。両方最高です。いや、ありがとうございます。一旦はあの全身からの、まあ、ちょっとこの辺ぐらいでちょっと選んでいくか。ちょっと足元で、この格好によってこうなったら、こうするで、なんか多分、景色落ち着くじゃない。なんかあるよね。そういうの。で、ごめん、ローズの元の前です。あの顔の、そう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 、あ、で、めっちゃいいと思います。確かになんか刑事物の中刑事かスパイ物みたいな。あー、めっちゃいいっすね。ちょっとこの辺もあれですけど、あのまたトリミングで、はい、いやー、すごい素敵です。1ヶ月ぐらい髪の毛切ってなくて、もうだいぶ伸びてきたんで、ちょっと夏っぽい感じにしていただきたいです。8月ですけど、いやでももう8月が夏本番じゃないですか。違いました。はい。お願いします。感じです。なんか短すぎてもあれなんで、ちょうどいいです。髪どうしていこうか。髪の毛ですか。いや、迷ってます。金髪すごい楽っすね。おしゃれに見えます。いや、そうなんですよ。お母さんがこの髪型一番絶賛してるしてるっすね。嬉しい。グラオその髪型でいいよって、変えなくていいよって。一番短いっていうか、ちっちゃい。いや、そうなんですよ。一番反対しそうなところが一番絶賛してるっていう。あとなんかちょっとオレンジとかやってみても良さそうだけど、そのずっとじゃなくて、はい、パッと一回次染めるときに金髪にちょっとオレンジっぽく染めて、やりましょうやりましょう。でそれでまたすぐまたすごい白っぽくするっていう間に少し挟んだり、はいはい、やりましょうよ。挟んだりして次はオレンジやります。
この髪型のいいところは本当なんか適当にスタイリング剤つけてもなんか様になるんですよね、うん、そうだよね、うん、すずきさんありがとうございます。